じゃあグループ1のトリを務めるのはこの方たちです。はい、いました。おはようございます。神回ですね。お久しぶりです。お久しぶりです。神回だトライライですね。嫌いな YouTuber とかですか。あ、確かにあれいいですよね。クソ角立つな。ゆうたんはじゃあの嫌いな YouTuber をズマさんが歌われた。そうです。決してズマさんが嫌いな YouTuber ではない。はい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 。ゆうたが嫌いなコムド行きましょう。あ、確かに耳打ちして、はい、歌って当てるのかな。みんなに当ててほしい。はい、当ててもらいました。あ、名前は言わないですね、はい、名前は言わないけど、その人について歌います。はい、知識ありますか。大丈夫ですか。まあ、お願いします。嫌いな YouTuber、 ゆうたの嫌いな YouTuber のタイトルで。はい、はい、イントロが俺いきなり世界の大スターの YouTuber から車をもらったアルファード名前を最初に言ってくれるから誰が誰なのか分かりやすい。今日は何分かりやすい。イケメンだからなんだろう。同じことをやっていてもブサイクなられないよ。あれだけ羨ましいな。あいつらはどこまでだって道を行く。僕らがどかなくちゃいけないのか。道を開け曲も歌も全部即興です。はい、これは数字いる。まだまだ数字欲しいの。言うて我々スターかなとはもう思ってるんですけど今日もズマさんは喋んないんです。あのピンマイクが1個しかなくてこっちの。なんでお前が持っとん。分かんない。まあ喋りは俺がやるって。今日さっきちょっとねそういう確約のもと、まあ、俺が連れてきたっていうのもあるんで、まあ、そこはしょうがない。面白いな、まあ、歌い出したらもう彼がメインになるんで。ちなみにこれ余談なんですけど、最近あのピアノの彼は女の子の前でカッコつけるためだけにタバコが吸えるようになりました。うん、はい、あの後死ぬほどフラフラしてそうかこれヨニクロヨニクロやんタバコフラフラしてメンソールの3ミリでもうバチバチに決まっちゃってヨニクロヤニクラ逃げてきた30代のヤニクラ無理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 本当に幻覚とか見えてきちゃってもうダメだなと思って。今日は前回と同じようにこっちはパッて振って、まあレペゼンの虎でそういう即興で我々がもう曲を作ってしまうっていうのはもう証明されたんで、今日はまたちょっと違うことしようかな、はい、おおマジ。そうですね、まあ皆さんいろんな曲あるじゃないですか。その曲には必ず歌詞というものがあります。その歌詞を即興でもう何でもオフィシャルヒゲダンディズムっぽくしてしまういいね。どんな歌詞でももうコメント欄で拾ってもらっても構いません。なんか分かりやすいやつがいいですね。まあ童謡とかでも森のくまさんとかでも、まあ、なんならもうレペゼンさんの曲とかでも何でも、まあ、それっぽく。でもその歌詞を知らなければいけないってことですか、ズマさんが。いや、あのググって見ながら歌います。ああ、それで構成をその場で考えて一つの曲として完成させてしまおうという。あの2人は付き合ってるんですか。まあちょっと、うん、何やさ応用力がねえ。じゃあこっちがリクエストしてもいいってことですか。もちろん、あのヒゲダンっぽく歌ってくれるってことですか。そうですそうですそうです。もしヒゲダンっぽくなかったらケツ穴確定って書いてあるんですけど。まあ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 、まあ、人のチャンネルでケツ穴出すのはまあやぶさかではない。そうなると ゆうたの尻の穴にズマさん入れることになる入って確定ない。なんか喋ってる今日一嬉しそう。じゃあ付き合ってるわ。早速行きます。行きますか。じゃあコメント欄でめちゃめちゃ多いんですけど YSP。 あー、一番いいね。これはまあさすがにヒゲダンは歌わないでしょ。めちゃくちゃ確かに確かに。僕たちの曲でやっぱ女の子をやり捨てっぽいしちゃえみたいな曲があって、まあ、出した当初大炎上したんですよね、まあ、やり捨てっぽいの略です、ね。まあでもさすがにヒゲダンはね、その女の子を大事にしてる。ヒゲダンはさすがに。そうそうそう
そう、だからまあ歌わないだろうってことで、この異色感がないとね。みんな知ってる YSP、 男は酔ってる時とかに、これか。あ、音読やめて、恥ずかしいけど。アングリ返しとかあるけど大丈夫これ。いや、でも笑顔だ、でも笑顔だ、じゃあ全部いきます。まあそこは妻さんに任せますわ。なんかいい具合で決まりそうなところまで歌ってもらえれば。え、それはもうメロディーも考えるってこと？メロディーはもうゼロから今から作ります。おーい、天才や、本当に天才や。だって千葉にあの上位互換って言ったもん。バリおもろいマジで。それではパフォーマンススタート。一緒でした。まあヒゲダンっぽくはあったのかなと。いやっぽかったね。変装を仕切ったってことでいいのこれ。あと2曲ぐらいは。なんかでももしかしたらちょっとなんかあのヒゲダンはもうこういうテンポでいこうって決めてきた。じゃあいいよ、曲調までじゃあ。嵐。よーし、もうちょい分かりやすいのないか。キングヌーとか。ビーズとかどうすか。ビーズビーズいけますか。なんかコメント欄で求めるこれっぽいの、逆にめっちゃ特徴的なのでもありかもね、うん、なんか森山直太朗とか椎名林檎とかすか。あ男やけん、なんかちょっとやっぱ、まあ、そうね、男の方がいい、ね、確かに。いやあるオレンジレンジとか。あオレンジレンジ、オレンジレンジむずいよ多分。ほらズマさんが困ったわ。やらせよやらせよ。初めて笑顔じゃないもんだって。さっきズマさんめっちゃ困ったわ。さっきゆうたのお尻の穴に入れられる時も笑顔やったバラード系が多分得意ないだけ。オレンジレンジとかあるの見たことない顔しとった大丈夫か。声は違うけど、あじゃあそれっぽく曲は見せないといけない。それで何をやりましょうか。歌詞はじゃあ歌詞何にするか。詞あ、バスターコールってある。バスターコールでいくか。せっかくレペゼンのチャンネルやすいし。オレンジレンジはめちゃむずいよ。いやオレンジレンジはむずいよ。あとバリ世代やし俺。いけます。オッケー。コメント欄にラップも入れようって書いてあるっす。よし、できました。おお。え、マジ。じゃあ、いきます。2曲目それではじゃあオレンジレンジ風にバスターコールどうぞ。始まりました今夜のパーティー。お
シャレな人もそうでない人も飲み足りない人もそうでない人も夜が来た酒が来た集まりな飲み干しな今宵も朝まで飲んで騒いでそれではスタンバイ日よったらつまんないドンバッタ321レッゴーサクッと飲んでいこうか今宵の王者どうだあだこだ言う前に飲んだらどうだどうだ流し込むまるでナイアガラ飲まなきゃ始まらないからなここ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 拳で拳でここここ叫ぶかいここここ叫ぶかいこのまま飲んでにゃーやべえ急性急性なんて言うか中央がまま言わせろよ休憩休憩酔えば必須の断りお断りおお断り朝しでがま仕事な嫁はよしさようべし嘘嘘嘘全然飲むじゃグググこんなのミッシャとからん衝突再生強強テンション上昇外よっと無意識もろくそうしうんうんララ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 ラなんであんな顔できる？でオレンジレンジっぽいかぽくないかはさておきめっちゃ良かっためっちゃ良かっためっちゃ良かっ めっちゃ良かった どうするコメント欄有利多かったっす有利有利有利いきます俺有利あんま分かんないけどまあなんかピアノ主体の方がいいよなんかピアノ主体でやってる人の方がぽいってなるやん確かそうそう、まあ、バラードっぽい方がいいのかなじゃ あ有利有利っぽくいきますマツケンサンバっぽくとかマリムズそうマツケンサンバになっちゃうだろそれシンプルになんかジャンルとかでしたらいいんじゃないですかなんか結構ジャズっぽくするとかああなるほどそうそうそう確かになんかそっちの方が分かりやすくない、うん、確かに確かにもうジャズとかけ離れた曲をジャズっぽくさせてみたじゃ あのキングギドラの公開初回いや知っとうやつが少ないって確かにじゃあ D.O. の悪党の歌そういう歌詞おもろいやん確かに D.O. の悪党の歌詞的に思う。アクターの歌、ジャズバージョンでやってました。歌詞さえ出ればね、別にだって。そうそうそう。オッケー。じゃあ行きますか。行きます？うん。めっちゃいいちょっと待って。めっちゃいいぞ。やば。さあね。イエイエイエイ。アクターが奏でるこの歌が。Suddenly by my colour one Mind so made on my mind Love let no one scotch them all Can't I say that in the low God don't got the chance No, don't only the one Oh, to see you like a party Lemon sa 危ないことが怖いなら影をかけて部屋にいらっしゃるまた誰か聞いてこうさあいつは昔から枯れてたぶっ壊された感動だライブハウスはすでに囲まれてたどうしゃれよ真っ暗Singing girl, また時間だ。うまいわ。一曲やん今の天才やわ。天才やわ。
それは天才よ。ぜひ練馬ザファッカーの方に入ってもらってめちゃくちゃすごいわ。逆にもう完走ということにはなってるんですけど、完走してからが長かった。あ、最後即興でなんかやりたい。すいません、ズマさんが初めて自我出しました。おお、ここで即興でなんかやりたいそうです。すごい。ずっと即興やったじゃないですか。それ言うと即興じゃなくなるよな。今コメントが来てるじゃないですか、ガーって。そのコメント読みながらとかにします。ズマさんがじゃあそれっぽいいい感じのコメントを拾って。ズマさんなんかやりたいことあればそれでいきましょう。おお局長何でいきます。ちょっとアップテンポでいきますか。じゃあちょっと20秒ぐらいだけ。じゃあみんなコメント欄になんかあのズマさんが困りそうな言葉いっぱい書いて。今は何を書いてもブロック宣言。嫌いな YouTuber って書いてあったよ。OK いきましょうか。じゃあ俺はじゃあもう聞いてるんで、だズマさんが困りそうな歌詞をいっぱい書いていってくれたら。シグナリンゴバックナンバービリーアイリッシュキヨト竹本ピアノマングリ返しライフゴーゾーンズ持ちよくなったな。いくつやな ATM でいいから好きなタイ背面剤藤風昔俺これこれごめん。ケツ穴確定。初体験は。あさゆ。ワゴンはあるの後部座席。殴り返し、殴り返し。ベルメイユオニア。マルボイウンピピオリジナルだせ。ワゴン R の後部座席がすげえ良かった。本当に刺さってる。いや良かったんじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいな、やっぱ天才だわ。なんか最後に言いたいこととかあればなければこのまま何もです。ありがとうございました。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。